行こう。 行こう。 これで終わりよ。 行こう。 一気に行くよ。 歴史を感じるね。 予想外ね。 行こう。 大事にしないとね。 行こう。
行こう。行こう。これは予想外ね。行こう。行こう。歴史を感じるね。兵主、西に身を寄せ。ルペンの先へ。これぐらいいくらでも用意させますよ。進みましょう。大事にしないとね。行こう。本州は豊かな土地。
いいものがたくさんありますよ。行こう。これは予想外ね。歴史を感じるね。これは予想外ね。行こう。響け。太平を迎えるために。行くよ。油断し、警視。よっ、進みましょう。武剣の先へ。さあ、占有自在。行くよ。隙だらけね。この身を刃に。風高く舞い上がれ。吸収。いや、同心。ここには何かありそうですか？儀式で使われていそうな。どうしてここにこんなものが？普通は指導とかにあるはず。それにかなり古いもののようですね。過去の記録によると、この村の人々にはある信仰があり、定期的に大規模な古い祈りの儀式を行っていたようです。その儀式で使われていたのでしょうか。他のところも回ってみよう。
行こう。あ、気をつけてください。攻撃してこないですね。お兄ちゃん、助けて。お兄ちゃん、助けて。同じ言葉を繰り返しているようですね。しかしこれは普通の残像ではありません。残像とは本来他の周波数を吸収することによって生まれた存在。おそらくこの残像は人間の周波数を飲み込んだのでしょう。繰り返される言葉は襲われた人が残した意識の再生。つまりこれはその人の断末魔であり、ここで起きた血塗られた事件の一端。ごめんなさい。いえ、そういうわけではないのですが、とても複雑な感情を感じ取りました。深い悲しみとほんの少しの期待。漂白者さん、私に考えがあります。私には救済を切望する声にあの残像の悲鳴、そしてこの村の悲鳴が聞こえました。この村は助けを求めています。この奈落の苦しみから解放されることを期待しています。ここで起きたおぞましい事件、そして残された被害者の反響、これらの痕跡を見る限りそれほど時間が経っていないようです。風に残されたメッセージもまだ消えていません。無音区の影響か、ある人為的な介入なのかは分かりませんが、この出来事はまだ表沙汰にされていないようです。でも私は今私たちにしかできないことをすべきだと思います。被害者がまだこの場所にいるかもしれません。それに危険な何者かの気配も感じました。この状況は鹿にも伝えます。ですが正式な調査隊が到着するまで私たちで調査を進めてみませんか。すみません、根拠のない主観的な意見で。ありがとうございます、漂白者さん。では注意して進みましょうか。この子はここにいさせてあげましょう。行こう。このあと小さいですが何か変ですね。敵との戦闘でできたものではないような。負傷者が引きずられた跡にも見えますね。見てください、ここ大量の足跡があります。争いの痕跡ですね。ここで何かしらの争いが起き、そして負傷者が出たということでしょうか。これはもしかしたらフラクトシデスの仕業かもしれません。フラクトシデス。はい、私も詳しくはないのですが、過去に東博としてフラクトシデス絡みの事件に関わったことがあります。フラクトシデスは人間と残像を融合させようとする強敵な組織です。規模も大きく、過去には各国で何度かテロを起こしています。人間と残像を。フラクトシデスは今週でも活動の爪痕を残していて、確認された組織の末端人員はアーティファイサーと呼ばれています。さらにその上には指導者である観察がいます。それぞれ異なる能力を持ち、格別に危険とされる存在です。彼らの本当の目的、それは
世界の滅亡、永遠の力を手に入れるなど、その主張は様々で、正確には誰にも分かりません。ですが、その恐ろしい組織の中でも特に目立つ観察がいます。全ての秩序を破壊し悪行に興じる混沌と狂乱の代弁者、フラクトシデスに関連する証拠ファイルでこのカードを見たことがあります。フラクトシデス観察の一人、スカー。これは彼のものです。もし彼が関与しているのであれば、この村の人々は残忍で非道な仕打ちを受けたに違いありません。ああ、せっかく用意した自己紹介が台無しになったな。改めて自己紹介しよう。そうだ、俺がスカーだ。その残忍で非道な狂人さ。せっかくのご対面だ。邪魔されたくはないだろう。あの子はお前の判断を鈍らせる。そうだな、お前には嫌われたくないからな。ああ、あの子は無事だ。でも今は二人だけの時間を楽しもうぜ。関係ねえやつのことは忘れてな。話したいことがたくさんあるんだ。記憶をなくしたんだって。どうやら本当だったか。それもそうか、お前が目覚めた時のあの弱々しい顔、あれじゃ疑いようもないよな。気がついた？これは嬉しい。と、そう睨まないでくれよ。お前ならわかるだろ？俺も大勢いる観客の一人だってことぐらい。だが、堂々とお前に会おうとしたのは俺だけだった。すでにお前は争いの中心にその身を置いている。未知の存在の登場が熾烈な争奪戦の幕を切って落としたんだ。これまでお前が会った全ての人、あの子も含め、みんなお前の役割を理解している。ああ、この世界は貪欲で残酷だよ。生きている人間をただの駒として扱うなんて。だから俺が真実を教えてやろう。酷な運命に向き合おうとしている俺の大切な友達のためにな。そう、これは俺の誠意なんだよ。言葉だけでは通じないか。俺の目的は至って単純。互いをより深く知りたい。ただそれだけだ。さあ、もう少しこの村をよーく見てみようか。答え合わせはその後だ。世界を知れば知るほど
お前が何を選ぶべきか、おのずと明白になる。俺たちのゲームがもっと面白くなるぜ。それまでは貴重な二人きりの時間に邪魔が入ってくるのは嫌だからな。おいおい、勝手に犯人扱いするなって。この村に何があったって聞きたいのか？直接は教えられない。そんなことをしたら興ざめだ。それに言っただろう、よく見てから答え合わせしてやるって。ほら言ってみろ、何を見た？へえ、もうそこまで気づいたのか。じゃあここで何が起きた？お前もここにいた人たちを信頼していないようだな。あいつらの言う通りだ。お前は特別だ。高い洞察力と正確な判断力、そして人間に対する的確な認識を持っていること、とても喜ばしく思うよ。では重要な手がかりを教えてあげよう。この村の事件はそう単純なものじゃない。この物語の登場人物は無垢な少女、人望高い村長、そして純朴で善良な村人たち。筋書きは愚かな崇拝、揺れ動く善意、知れ渡る嘘、奪われる命、そしてあの小さくて特別な存在、やがて迫る死と。これ以上はネタバレだ。さあこの村を見てくるといい。お前が紡ぐこの村のストーリー、楽しみにしてるぜ。なんだ、まだ俺と話したいのか？断る。おっと、俺を脅そうなんて考えるなよ。今は手札があるからな。がっかりさせないでくれよ、漂白者。落ち着け、そう焦るな。俺もお前と戦ってみたいが、今じゃない。ここで手を出したらお前は舞台から退場することになってしまう。ほら、ここで何が起きたか知りたいんだろう？それとも結末を想像しておじけづいたか？真相も調べず、事実も明らかにせず、根拠のない噂だけで俺を判断するのか？はあ、いつもないがしろにされるおとなしい子ヤギには弁明する機会さえ与えられないなら、俺も遠慮する必要ないよな。おとなしく俺の言う通りにしてくれれば、あの子にも優しくしてあげる。だが言うことが聞けないのならどうなっても知らないぜ。試してみる？これは意外だな。こんな執着心見せつけられちゃ断れない。ならばお望みのままに。
果てしない混沌。今のうちによーく考えてくれよ。どっちが正しい道なのか。お？もう見つけたのか。頭ゆらゆら、お目目ぐるぐる。ヤギさんたちのお出ましだ。ヤギさんふわふわ、黒いの白いの花柄がお揃い。気をつけろよ、足元に倒れた先人を踏まないようにな。せいぜい奴らと正しい道を進めば。そう急ぐな、落ちれば粉々になっちまう。一気に行くよ。まだ満たされない。ためらいもなくバッサリ。ほら、俺たち似た者同士だと思わないか。今は反論を認めないぞ。せっかく俺の元に来たんだ、ゆっくり話をしよう。ルールを作る側のヤギ界とルールを破る黒ヤギ、どっちになりたい？強靭の集団の中にいるただ一人の正常者、お前にとって彼は正常か、それともただの異端者か。考えてみろ、ヤギ界は世界の断りじゃない。奴がいなくなれば世界は黒ヤギを受け入れてくれる。加害者と被害者のカテゴリーをなくすことができる。行こう。砕け。好きだらけね。脅迫者さん。しつこいな。脅迫者さん、スカーの元凶を破りました。これで少しは手加減してくれてどうもありがとう。脅迫者さんに近づかないで。俺と漂白者二人にしてくれるって約束したはずだよな。条件付きでね。変なアドリブ入れないで困る。そんな急いでお前の脆い完璧な学章を守らなくてもいいじゃないか。加減は分かっている、わざわざ言わなくていい。漂白者、どうやら今回のデートはこれで終わり。ただし俺が言ったことを忘れるな。天からの賜り物、公正公平な取引、それとも一攫千金の博打。さあ、お前は最後に何を選ぶのか、今から楽しみで仕方ない。お前は賢いからそう簡単には決められないだろうな。ではまた近いうちに会おう。追いますか？私は大丈夫です。どうかお気遣いなく。スカーは空間テレポートと異空間を生成する能力を持っているようですね。さっき閉鎖空間に閉じ込められた時、ほとんど何も感知できなくなってしまいました。それで元凶を破るのにも手間取ってしまって、遅くなってごめんなさい。お兄ちゃん。え、どう
してここに？これほどの知能を持つ残像は初めて見ました。でも、お兄ちゃんって、まさか。可能性はあります。スカーも昔ここに来てたのですから。それより漂白者さん、私が来るまでに何があったのですか？基地村で起きた惨劇の真相、どうやらあの儀式と深く関連しているようですね。スカーはよく物語を使って自分の理念と立場に大義名分を与え正当化させます。彼の言葉の真意を確かめるには実際に儀式が行われた場所を調べるしかありません。あれ、どうかしましたか？残像周波数の痕跡が2つ、そういうことですか？風が導く方向はあちらです。行きましょう。南か。はい、2人とも無事です。ご推察の通り、スカーは彼らに実害を加えませんでした。ご指示の通り、私は一切手出ししていません。そちらの状況はいかがでしょうか？どうか身の安全を第一にお願いします、レイン様。そういえば、脅迫者さん、前に見つけた木札を出してくれませんか？やはり間違っていませんね。ここと同じ流れ息を感じます。不思議な力のはずだが、なぜか親近感がある。今までこのような体を満たす力を体感したことがありません。漂白者さんのおかげなのでしょうか。今まで私のために尽くしてくれたこと、お礼申し上げます、漂白者さん。霊院の位についたばかりの頃、自分の力では皆を守りきれないと気に病むこともありました。今回は順調のようだね。ありがとう。成長、呼吸すらもなんだか気持ちよくなりますね。どうやってやったの？あんこにも教えて。強いが御しやすい。この力、俺の来光剣となかなか合い。心を込めて法を修練していくこと、それを章と呼ぶ。頭がすっきりしました。少々お待ちを。今のひらめきをメモしないと。ん？君には驚かされるばかりだ。俺の霧が前より強くなってるよ。この世に不価値などない。
あるのは未知のみ。求める真理へとさらに一歩。おお、やる気満々、調子も最高。もっと火力を上げるぞ。
木札の残り半分ここに置けるのだろうか。見てください、水位が下がっています。行こう。下にこんな空間があるなんて変ですね。水の下にあったというのに乾燥していて水たまり一つありません。植物もよく育っています。これもスカーの仕業でしょうか。確かに彼の能力であればそう難しいことではないはずです。あの木、綺麗ですが、綺麗だからこそ恐ろしくも見えます。助けて。私たちに何か伝えようとしている。ここには特別な何かがある？消えた。これは日記のようですね。最後まで、あの女の子は村の人たちの無事を願っていました。でも、誰かの犠牲によって人が救われることなどありません。言葉を繰り返す残像も、あの女の子の願いを伝えるためにここに残っているのでしょう。あの、漂白者さん。少し寒くなってきましたね。帰りましょうか。すみません、漂白者さん。あそこ、少し不気味な感じがして、風はほとんどなかったのですが、それでもたくさんの時間を超えた感情や思いが、あそこには渦巻いていました。期待、憎悪、絶望、そして、あの日記が綴っている悲しみと思い、日記の主は何を思っていたのでしょうか。過去の平穏な暮らし、それとも自分の家族。すみません、考え込んでしまいました。
今後こんな惨劇はもう起きないと胸を張りたいところですが、私にはそう断言する自信も勇気もありません。これも私が東博に加入した理由の一つ。このような惨劇を阻止できるよう自信と勇気を身につけたいという理由です。この世界の悲鳴を阻止することはできません。でもせめて身近な悲鳴を止めたいのです。ありがとうございます、漂白者さん。そう言ってくれて嬉しいです。もう起きてしまったことを引きずったり嘆いたりするのはよくありません。帰ったらここで起きた事件と得られた情報を整理して報告しましょう。では帰りましょうか、一緒に。行こう。歴史を感じるね。
行こう。行こう。はっ、響け。光よ、前へ。はここは冷静に。光よ、前へ。同心と影と舞い踊る。ああこれ式無に帰れ。
世の光にひれ伏せ。世に構うな。この身を刃に吸収。全員心配しないで。我が剣の刺す先に。いや、行くよ。響け。ふっ。転生色、全遊自在。行こう。ふっ。歴史を感じるね。行こう。行こう。行こう。
行こう。少し疲れた。行こう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 。
小石。やっ。兵士、影と舞い踊る世の光にひれ伏せ。無に帰れ。さあこの身を刃に。風よ起これ。心配しないで。はあ、同心天照色と、これしきルペンの先へ。はっ、行くよ。この光で一気に行くよ。ふん、兵士、影と舞い踊る。無に帰れ。虹に身を寄せ。行くよ。やっ、光よ、前。はっ、行こう。新人よ、少し。島を取り払え。すごい。無に帰れ。まだ満たされない。
大事にしないとね。Thank you.
進みましょう。行こう。行こう。あたしらに挑もうなんて見る目がねえな。これで終わりよ。隙だらけね。どうしん。あたしが将軍にやられた。歴史を感じるね。これは予想外ね。行こう。行こう。やっ。はっ。行こう。大事にしないとね。
これは予想外ね。行こう。行こう。歴史を感じるね。この手に集え！は！兵士。横島を取り払え！進みましょう。行こう。響け。同心、影と舞い踊る。行こう。消えろ。
砕け。行こう。これは予想外ね。行こう。光よ、前。これで終わりよ。行こう。
これは予想外ね。行こう。
いらっしゃいませ。十方薬局へようこそ。こんにちは。どんな薬が必要ですか？うちの薬は口当たり抜群ですよ。服用の際はくれぐれもお気をつけください。行こう。先駆条約のグッズ、先駆条約グッズ商店へようこそ。今回は何をご所望ですか？さすが、いいものを選びましたね。先駆条約のグッズはいかがですか？横島を取り払え。
せい。この手に集え。これで終わりよ。時間は無情に過ぎ去り、ただ温厚が生きるための旅だが、風景を人知れずれ。行こう。行こう。
これは予想外ね。行こう。今週の味を知りたい？なら、うちに来な。お、あんたか。今日はお食事かい？何を食べたい？私が作る。うまいか？それはよかった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 。うまいか？それ。行こう。
黒石武器の修理と鍛造をしているものだ。皆は俺をウェイジーと呼ぶ。表面者として一番大事なのは、言うまでもなく命だ。その次が武器だから、ちゃんといいものを使えよ。新しい武器を使うと生まれ変わる心地になるだろう。ふん、うまく使う。新しい武器を使うと生まれ変わる心地になるだろう。ふん、うまく使えよ。新しい武器を使うと生まれ変わる心地に。新しい武器を使うと生まれ